オタルカントリークラブ新コースの入り口オタルカントリークラブは北海道オタル市にあるゴルフ場。旧コースと新コースがあり、旧コースは有志が牧場の草地をコースとして1928年に開設し、北海道のゴルフ発展の礎を築いた。ラフの植生は放牧地の頃から変わらず、日本国内の北限に分布するの芝であり、北の草園遺産に選定されている。 クラブハウスは建て替えを予定している。新コースは旧コースに隣接する民有地に1974年開設。全域がシーサイドの平坦なコースであり、やーて実数以上の飛距離が求められる難コースになっている。小樽カントリークラブの空中写真。日本海に注ぐ水路を挟んで、西側が旧コース、東側が新コース。 2008年5月30撮影の3枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。小樽カントリークラブ新コース施設、小樽カントリークラブ旧コース施設2009年、当時の理事長による出張旅費約500万円の指摘流用が明らかとなり、同年6月末に、 臨時理事会において辞表が受理された。オタルカントリークラブは、土地、建物、設備を所有する、株式会社オタルゴルフ場から、施設全部を一括沈借して、年間の沈借料を支払って運営しており、株式会社オタルゴルフ場の代表取締役も、同理事長が務める二重構造になっていた。また、同年3月で辞任した、オタルカントリークラブ前常務理事権 オタルゴルフ場取締役への報酬支払いも明らかとなり、問題が大きくなった。さらに、同年9月の臨時総会において発表された調査結果では、前理事長らによるオタルカントリークラブとオタルゴルフ場への被害額が約1億円になることが判明した。同年10月の理事会、取締役会で、前理事長の除名と刑事告訴を全会一致で決定した。 同年11月にオタルゴルフ場が全代表取締役に損害賠償の民事訴訟を12月にはオタルカントリークラブが全理事長と元常務理事に対する損害賠償の民事訴訟を起こした2011年オタルゴルフ場提訴による民事訴訟に対して裁判所は原告側の損害を認める判決を言い渡した2013年には 当時の副支配人による会員権の偽造売買疑惑が持ち上がり、小樽カントリークラブは大筋において事実関係を認めた。この記事は以下のカテゴリーでも参照できます。小樽ゴルフ場に関するカテゴリー、ありがとうございます。